はい、というわけで始まりました、月下無限探トリコ、ゲーム実況第4回目でございます。すいません、噛みました。そんな噛んだ私こと寺島ニャックです。よろしくお願いいたします。セガサターン好き好きというわけで、もう今回が、第4回目ということでですね、いよいよクライマックスです。おそらく今日で最終回となるでしょう。いやー、なんとかね、無事終えれることを願いますよ。ちょっとね、前回足止めしてしまいましてね、ちょっと、何をしていいか分かんなくなりまして、でもなんとなくやることはね、分かってんすけどね、やることは分かってんすけど、そのアイテムがどこにあるのかっていうところでちょっと足止めを食らいましてね。あとね、あの時計屋のマックさんをまだ助けてないんで、多分ね、この青いとこをちょっとなんか言ってねえなっていう気になったので、ちょっとここをですね、ここかな、なんて、だって緑も茶色も部屋のね、なんかもう何にもないから、室外機、あれ室外機じゃねえな。え、これ取ったっけ。あ、取ってねえ。あ、あった。うわ、予想的中。うわ、ここへ来て乗ってきたわ。遅えよ。間違いない、うん、めぐちゃんもういい、分かってる、うん、命の出は分かった、分かった、ありがとう。うわ、ここへ来て天が味方し出した。いやいや、もっと早くしてくれよ、本当に。もうどれだけ苦労したか、この月下無限探のゲーム動画撮るのに。いや、このプレイするのに苦労したわけじゃないですよ、本当に。この機械音痴がね、いざなった、この機械音痴の僕がいざなったね、あの地獄でしたよ、本当に。動画撮ったら音取れてなかったり、音取りが解決したらセーブができなくなり始めたり、だからもうセーブができないってことは、最初からやろうとプレイしたら今度は2枚目のディスクが読み込まなかったりとか、しんどいわ本当に。もうそんなね、もう苦しかった日々も、もういよいよこれで終幕をね、迎えることができるところまで来てるんです。本当に夢のようです。もう幸せのハードルが非常に下がってます、僕今。月下無限探トリコプレイ動画が、無事終了を迎えられたら僕はもう幸せです。今みたいになんか急に読み込みが悪くなって、なんかフリーズしそうになったりとか、そういうね、脅しにも耐えてやってましたよ、僕は。あとちょっとですから。マックさんどこにいんだ、おい、出てきてくれジジイ。ちょっともう荒くなってきてますね。ちょっとここ冷静でいないとダメだな。マックちゃんどこ、あなたを助けに行かなきゃいけんの。
青。やっとだ。どうすればいいんだ。いや、もう解決しますよ。よっしゃ、皆さんお待たせしました。よっしゃ、これをはめると、これで元の姿に。だな。お待たせしました、マックさん。ごめんなさいね、長々と。一番ドレッド、その扉には直接触れちゃいかん。わしのように石になってしまうぞ。いやいやいや、構図知ってんのかよ、おい。この絵から移動できるって構造知ってんのかよ、おい。開ければいいんだ。触れれば石になってしまう。これでしょう。この斧で扉をこじ開けるしかなさそうだな。よっしゃ。開くぞ。はい、ここからここですよ。はい。はい、鍵ゲットしました。で、月下無限譚の中で唯一のね、ホラーを感じるシーンでしたね。絵の口から鍵が出てくるって、あれちょっとホラーテイストですよね。さあ、あとの蝶の逃がし場だよな。なんかこうね、意地悪ですよね。こうちゃんとここにまつわるようなね、感じにしてほしいんですよ。だから、これ室外機じゃねえかな。いや、あれこれ室外機かな。あ、これまだ行かなくて、蝶逃がし場じゃねえよなこれ。あー、ほらね、関係ないとこだよ。ここまだ来るとこじゃないんだよ。で、クッパ面みたいな音になってますけどね。なんかとろ火みたいなね、クッパの面ですよ。なんか鍵取った近場であってほしいんですよね、超逃がし場って。なんでわざわざこうわけわかんない構図にするかね。終わり見えてくると余計体もしんどくなってくるな。あと逃がしてないとこ、ここではないんだよな。ちょっとなるべく早く、すいません、解決しますので、すいません。
違うなと思ったらもうすぐ戻る。多分絵の移動は今関係ないと思うんですよね。蝶の逃がし場は絵で移動して出てくる場所じゃない気がするんで。じゃあラストスパートは、意外とここじゃねえかなって気もしてるんですけどね。ここってなんか違うか、これただの絨毯場でしたっけ、蝶の逃がし場。あ、そうだ、ここだよ多分。生きてる絨毯のとこ、これ多分まだ鍵なくて何もできなかった気がするんだよな。ほら、よっしゃ、多分ここだ。 OK、よっしゃ、ほら、よっしゃ、クライマックス行くぞ。蝶だ。いやいやいや、さっき見たでしょ。なんでファーストインパクトみたいなリアクションなんですかね。さっきも蝶見ました、色は違う絵と。あのリアクションおかしいでしょ。これで全ての蝶を解き放った。三時の塔から審判の塔へ行け。そうすれば月の塔への道が開かれる。はい、また妙な部屋に来てしまったな。あ、触っちゃった。なんだ、私を石に変えるつもりか。あらら、やっちゃいましたね。この街は私を試しているようだが、この程度ではしないよ。さあ、その三時の塔行ってみますか。多分スムーズに行けないですけど、多分室外機のとこなんですよ。室外機があったとこが要は、ん、あ、出た、この町はめぐちゃん、言語とは違う。あなたにも見えないかもしれないけど、この町の住人たちはその姿を変えて生き続けているわ。じゃあこの町の人たちはどこに。あなたの見た蝶、この床も、すべて蝶。現世を断ち切って安らぎを求める人たちがここに集まってくる。誰にも邪魔されず生きてきた。それが彼らの唯一の願いだ。もうちょっと早く言ってほしいですけど、もうこれ終盤ですからね。なんで今更月の街の説明してんすかね。めぐちゃんは、さあ室外機のとこ行きましょう。どうやって行けんだあれは。青い部屋でしたっけね、ちげえかな。なんでも青のイメージに、この青い部屋のあそこが割と僕の中で好印象なんで。ここじゃねえか、このような気すんだけどな。室外機の部屋ちげえか。あ、腕割ったとこかな、これ。違うか。
してあってほしいなっていうのはあるんですけどね。おお、ここにも書けるぞ。一回ここで降りてみるか。お、来た。ここですよ、ここ。やっと来た。ここなはず。反対口だよ。室外機なかったもんな。あ、あるじゃん。え、ここじゃねえの？こっちじゃないんだ。反対口だよ、まさかの。こんなことある？じゃあこの部屋作んないでよって思うんだよな、ゲーム上。ややこしいんですよ。じゃないの？ってことはここしかないと思うんだけど。ほら、来た。やっとだ。結果青か、青の部屋か。来た。ほら、やっと、やっと来た。しんどい。さあさあさあ、いよいよ最終対決、最終決着っていうんですかね。ここでいろいろと点と点が線になるわけですよ。伏線回収劇の始まりですよ。さあね、行動様、ひそかに恋心すら抱いていた。行動様、さんザブー、ただの参加じゃなく、お前か、恋もしてたんですね。ご無事で。ザブーはどうなされたんですか、その腕。うるさい行動様。プライド高。見ろザブー、この塔へ行き、月の町の支配者になるのだ。行動様、あの女がいると私たちは愚かなのかもしれない。行くぞザブ。おやめください、これ以上先は危険です。お前が私に指図するのか、偉大なる支配者に。とんでもねえな。愚か者よ、愚かなのは私たち、強盗様。
切ない最後ですね、ザブーンを。さあどうなっていくでしょうかね。いよいよですよ皆さん。なんだこの感じ。あの泉の時と同じだ。それにここはなんだか懐かしい感じがする。すごい未来型エレベーターですかね。ここグレーさん、グレーさん、フレッド、君か、見てくれ、あの時の娘のルイスだ。まさかこんなところで会えるなんて。彼女があなたの来るのここでずっと待っていた。僕まだ思い出せんか。お前が4年前彼女をここに連れてきたのだ。4年前ルイスはゴードンに結婚を迫られていた。彼女は悩んでいた。好きでもない人との結婚、そこに旅人のあなたが現れ、そして2人は恋に。だけどゴードンには逆らえない。そんな時月の町の存在を知った。そう、そしてお前たちは現世から逃れようとこの町にやってきた。霧の泉の水と紅の土を混ぜて飲む、その道を開いたんだ。でも今度は紅の土を含んだ霧があの町を、みんなをここに連れてきてしまった。お前ももう知っている通り、ここは4年に一度一人の人間しか受け入れない。だからあなたは4年前月の町の崩壊を防ぐためルイスを残し現世に戻った。そんなことが。でも今の僕はその頃の僕ではない。分かっているわ。月の町から現世に戻れば、すべての記憶をなくしてしまう。それも、この町を守るための掟。でも、彼女は待っていた。あなた。なかなか面白い話じゃない。ただの旅人ではないと思っていたが、私から花嫁を奪うとは。これが私の花嫁の姿だが、今となってはどうでもいいことだ。私は支配者になるべくこの町へやってきた。お前のようなやつは目障りだ。お前も眠るがいい。気をつけて、彼は正気じゃないわ。素手ではあの剣に勝てない。戦わなきゃいけないわけですね。素手ではあの剣に勝てない。ちょっと羽で対決してみましょうか。ダメだ、ここでは何の役にも立たない。ダメか、じゃあちょっと木の、ダメだ、ここでは何の役にも立たない。ってことはまあ斧ですよね。よく待っててくれたなおい。そんなもので私に勝てると思っているのか。私には全てを手に入れる力がある。この町もそれを求めている。お前にはそれが分からんのか。自分の欲望を満たすためにこの町があるのではない。また待っててくれますよ。待っててくれてますよゴード。素
それではあの剣に勝てない。ダメだ、ここでは何の役にも立たない。ですよね。もう悪ふざけはこの辺にしときますか。ダメだ、ここでは何の役にも立たない。よしね、律儀に待ってくれてますから相手してあげましょう。近くにいたと思ったんですけど、ね、走ってきたけど割と遠くに。過去の記憶もなく己の進むべき道も持たず、ただ彷徨っているだけではないか。お前には何かを動かす力などないのだろう。最低。本当に素手ではあの剣に勝てない。本当に人を深く傷つくことが平気でいますね、こいつは。部下をね、殺す。部下を何の躊躇もなく殺してしまうんですからね。しまった。いや、助けろや。フレッド君。ババアとかさ、メグとかさ。やめろ。妖精なんだろ、本当に。ああ。キャーじゃなくて助けろっつんだよ、本当に。あんたら刺されなくて済むんだろうよ。参戦してくれよ。グレーさん、私はグレーさんがこんな目合わなきゃいけない。娘に会えて嬉しかった。せっかく娘に会えね。グレーさん。まあまあ石像にはなっちゃってるけど、せっかく娘に会えた。はあ。ゴードン、お前だけは許さない。ザレ事を。過去の記憶なんか必要ない。お前を倒す、それだけのために今の僕が存在すればいい。何、お前は月の町にはふさわしくない。そして現世にもいてはいけない男だ、ゴードン。ぶち切れましたね。いや、そんな技使えたんかい。シャイニングアタックみたいな、超高戦士シャンゼリオンのシャイニングアタックみたいな、もしくはカーレンジャークルマジックアタックみたいなね。くしくも1996年の作品ですよ、カーレンジャーもシャンゼリオンも。この月下無限端も発売されたのが96年ですからね。やっぱ不思議な縁を感じますね、この話は。なんだ、何が起こったんだ。ここでお前は自分の本当の姿を見つけたのだ。過去にとらわれない今の自分をな。おそらくあれはお前の過去。ルイスを愛するフレッドに違いない。フレッドを待ち続けていた。再び人の姿で出会えることを祈って。私は彼女のそんな強い心が生み出した幻、今その願いが叶うわ。全部教えてくれてありがとう。はい、お疲れちゃん。目が回りますわ。君のおかげでルイスと再会することに。生き返ったんかよ。しかし私たち二人の願いを叶えるため、グレーさんにせっかくこの街を訪れたの。せっかくもうちょっと辛抱してれば娘に会えたのに。そのことでお父さんまで。もう時間がない。あと数分
この町の我慢すれば会えた。僕たちこの町に残された人たちを導く、彼らを元気に戻すのを学ぶ。私たちはここに残って、この町を変えていかなければいけない。強い意志、誰も幸せに残るかい、自由に暮らせる町。亡くなったお父さん、なんか大変だぞ。霧の町、普通に過ごせる町にさ、後ろの面白に二人で行けるか、人殺す住宅とかあるんだぞ。さあ、お前の新しい旅立ちだ。見てますね。それでもいいか。あ、終わった終わりで、このフレット役の声優の方、有名な方なんですよね。終わりましたよ。いやいや、ようやくですわ。いや、苦労しましたわ。まあ、動画としてはね、4回にわたってですけども、その4回の中で僕はもう何百回やったのか、この月下の元旦が。ゲームの不具合のせいで。まあ、全部自分のせいなんですけどね、マジで。いやいやいや、まさか。いやいや、でもまだわかんないんだよな。これ声取れ、声とか音入ってない可能性あるからな。録画 しながらね、しててね。あれから4年。僕はなぜか記憶を消されずに現世に戻ってきた。あの時のことは鮮明に覚えている。あの不思議な出来事は僕の脳裏に焼き付いて離れない。今日こうして霧の町を訪れたのも確かめたいことがあったからだ。霧の町の人々は無事この町に戻れたのだろうか。速攻来いよ。なんで4年も放置してたんだよ。そこの4年間そんな気になってること、僕の心に白いもやをかけていた。懐かしい風景だ。あんたのせいでみんなね、巻き込まれて霧の町連れてかれたんだから。僕はこの町で不思議な体験をした。翌日にもう確認しに行こう。あ、月の町か、月の町。ああ、旅の方、何もないところだけど寝床が必要ならうちの宿に泊まればいいわ。最後に人が訪ねてきたのはいつのことだったかしら。こんな感じ前にもあったような気も。変ね、きっとただの思い過ごしだわ。いらっしゃい。初めて見る顔だね。旅の人？いいなあ、僕も外の世界を旅してみたいよ。大人になったらね。どこが悪いのかね。寂しい町だがゆっくりしていきたまえ。何かあったらここへ来ればいい。医者になって間もないが腕には自信がある。医者になって間もないですね。あ、記憶がなくなってるからかな。おや、旅のお人かい。こんな小さな町に何の用だ。まさか月の町の話を真に受けてきたわけじゃあるまい。こんな田舎でも住めば都だ。月の町にも劣りはしないさ。おっと、もうこんな時間じゃないか。あの懐中時計持ってるじゃん。それじゃ失礼するよ。
やあ、君か。僕のことを覚えているんですか。ああ、不思議なことに。アントニーさんだけ記憶が消えないまま過ごせてですね。私はあのまま残りたかったんだが、あの町が崩壊してしまっては、もう二度とあんな美しい蝶には出会えんだろう。彼らが約束してくれたんだ。約束？フレッドとルイスですか。二人であの町を本当に誰もが幸せに暮らせる安住の地。エンディングの BGM もいいですね。そしてその時が来たら、サウンドトラックにしてほしいわ。私を呼び寄せてくれると。そしたら私はあの美しい蝶の姿になることができる。私の願いはもう夢物語ではないのだよ、フレッド君。ああ、まだそう呼んでもいいのかな。ああ、いい笑顔。さあ、いかがでしたでしょうかね。エンディングを迎えました。全面クリアいたしました。いやー、なんとか終わりましたよ。これはちょっとお待ちくださいね。はい、ディスクを入れ替えまして、今からですね、隠しムービーというのがあるんですよ。それをちょっと見ていただきたいと思います。全面クリアすると見れる隠しムービーというのがあるんですね。この、オープニングのタイトルのとこで XYZABCLYLR、失敗した、 XYZABCLR、 これで多分見れるはず。ほら、始まった。ザブー。おう、ザブーだ。フレッド、ゴードン様はあのお方に会わなかったか。いや、でも、あいつもこの町のどこかにいるはずだ。そうか、再び来てしまった、月の町に。再び？その紋章は、君は月の町に来たことがあるのか。見ればわかるだろう。お前と同じだ。もちろん、なぜここに来てまた現世に戻ったなど知らない。霧の町で目覚めた時、私には何もなかった。この紋章以外、そんな私を救ってくれたのがゴードン様だ。素性も知らない私をそばに置いてくださった。あの方は私の全てだ。だが奴は人の心を捨てたんだろう。なぜそんな奴に。お前には分かるはず。記憶のない苦しみだ。お前は誰だ。過去に何をしてきた。自分の存在を確認できるものが何かあるのか。ザブ、ここに来たことがあるのなら、きっとこの町のどこかに君の記憶をたどる道があるはずだ。僕と一緒に記憶を探そう。本当の君が見つかるかもしれない。冗談じゃない。ゴードン様に出会えてやっと自分を見つけたのに。敵は今の私にはゴードン様しかいない。
ザブーンにね、そんな過去があったなんて、なんか切ない方なんですね。かわいそう。XYZABCLR。さあ、全部で5種類、全5種類あります。隠しムービー。次は、どなたでしょう。ハンナさん、ハンナさん。フレッド、見て。この部屋には私の思い出がたくさん詰まっているの。そう。楽しかった頃の思い出がね。思い出。ほら、あなたにも話したでしょ。霧の町にいた画家のことを。彼に会ったわ。ハンナだ。少しだけ浸らせてちょうだい。お願い。思い出。記憶のない僕には理解できないことかもしれない。はい、ハンナさんのムービーでしたけどね、いいですね。またちょっと違う、ね、ハンナさんのテーマ曲、違うバージョンもちょっとお聞きできましたけども、ね、なんかあの切ない感じがいいですね、うん、さあ続いてマックさん。この素晴らしい時計たちを見てくれ。あの小さな町では到底手に入らなかった品ばかりだ。ここは何でも夢を叶えてくれる。マックさん。時計の針が時を刻んでいくたびにわしは衰えていく。この針の動きをいつまでも眺めていたいものだ。ね、ちょっと押し付けがましいですね。別にフレットは時計に興味ないですからね、あの懐中時計もね、簡単に上げてしまうぐらい時計には興味ない人間にあれだけ自分の趣味を押し付けるとはね、マックさんも。さあ次は誰でしょう。私は医者として人間という生物について様々な考えを巡らせたものだが、ここではその捉え方が全く違うらしいが、この町の住人は私たちとは明らかに違う。とても興味深いよ。モースさん、私はそれを解明したい。結構熱い男ですね、モースさんは、さあ、ラスト、ラストですかね、これが。あ、お兄ちゃん。ハル、ローズさん。見て、綺麗でしょ。こんなに安らかな気持ちは本当に久しぶり。これが夢ならいつまでも見続けていたいわ。春と一緒に。はい、以上でございますね。いや、なんとかなんとか終わりました。いやいやいや、長かった。いや、個人的な話ですけどね、動画にしたら4回なんで大して長くないですけど、僕の中ではもう一生涯分プレイしました、月下無限だ。もう今世紀でやることあるかな。まあ30年後ぐらいにまたね、やったら新鮮かもしれませんね。30年はやらないと思います。だから還暦超えて余生でまたね、元気だったらね、またプレイしてみようと思います。60代後半になってやろうと思いますよ。ね、月下無限探トリコ、興味持った方ぜひやってみてくださいね。4回にわたってお送りしました月下無限探トリコのゲーム実況動画、いかがでしたでしょうか。
コメントなど、書いていただけたら非常に嬉しいです。まあ、まずは、ね、ご覧いただけるのがとにかく嬉しいんですけれども、あとね、いや苦労したんで、はっきり言って、チャンネル登録ぜひお願いします。もう本当に願いです。ね、月下無限譚の、良さが少しでも伝わればいいなと思って、こんな動画、お送りしました。というわけでまた、セガサターンのゲーム実況、そのうちやりたいと思います。というわけで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。以上、寺島ニャックでした。ありがとうございました。チャンネル登録、本当よろしくお願いします。